小倉さんどうも初めまして、ちょっとお願いします。お願いします。高橋です。ありがとうございます。ありがとうございます。急遽ゲストなんですけどね、まあ別に一緒に釣りするわけじゃないんですけど、そうですね、まあちょっと今あったということでね、まあ YouTube でちょっとコラボしようじゃないかっていう感じです。動画のまま基本的にこのテンションなんです、ずっと。小倉さんの今後の夢は何ですか？まあ、今後の夢はまあほんまにでかく言うんですけど、ほんまに日本のバス産業を変えることです。もう二十歳ですよ、もうね。小倉さん、 YouTube 今後どういう風に、目標は YouTube の目標は登録者数1000万人。1000万人、あ、一緒。思いますか？一緒。勝負ですね。勝負、まあ俺負けとるな。余裕で勝てますね。負けとるな。でも今は高橋くん、今いつなの？もう8000人やからお前。あ、そうだな。一番好きなこの釣りの人とかは、一番好きなのは、まあ、うん、僕あんまり言わないですけど、うん、日本人ではいないですね。あ、海外の？海外です。小倉さんって英語喋れる？英語喋れるんですよ。喋ってたよね。じゃあなんかね、うん、海外で住んでた。海外、カナダのトロントに半年だけ住んでて、うん、その時に僕マジで着いた時イエスかノーしか言えなかったんですよ、うんうんうん、ほんでマジで英語勉強しなあかんなっていう時に、うん、海外のバス釣り YouTuber 見たら楽しんで英語覚えれるやろっていうことで、うんうんうん、まあ、勉強してたら素晴らしいチャンネルがあって、うん、これ日本にないな思って、はい、俺が見てても楽しいと、はい、ほんならこれを持ってきたら、あ、日本で勝てるんじゃねみたいな。小倉さん何歳の時行ったの？18です。あ、18で18。カナダのトロント、カナダのトロントに半年間行ってて、釣りが好きで？釣り、いや、普通にもう語学留学です。で、勉強しに。そうかそうか。ペラペラかどうかはまあ、分からないですけど、でも日常会話は困らないです。へぇ、素晴らしい、ね、あの、行ったら適応できる自信はあります。なるほど、はい、まあそんな感じですよ、ね、うん、ちょっとスター性っていうか、スター性ある。はい、あ、俺釣れた。あ、釣れた。こんな時に、こんな時に小太郎さん、ナイスフィッシュ。小太郎さん、いや、やっぱりね、小太郎さん YouTube 繋がってたんすよ。繋がってましたね。俺画面の中だけの人と思ってた。そう、生きてるんでね、僕どっかに住んでるわけですか。しかもここで今日会うの運命だったんだ。しかも51釣って、あ、まあ、小太郎さんに会って51釣られるのはちょっとムカついて。あ、ムカつくんや。ムカつくんや。僕負けんの嫌いなの。あ、ほんと、はい、小太郎さんの過去最大は何センチなんですか？ 62.5 です。琵琶湖、これポイント言えないんですけど、うん、ま、この間動画上がってます。そのビッグベイトの先に小魚つけて、うん、オイルリグっていうのを作ったんですよ。へえ。ほんならパンパンってやったら、うん、あのジョイクロがマジでボイルしてるみたいになって、へえ、それで50と 62.5 を釣りました。ほいで小九郎さん、あのつぶやいてたじゃないですか、昨日ぐらいに、とんでもない絵が撮れたぞと。はいはいはい。どとんでもないことが撮れたぞと。で、それだからあれですよ、ナブラですよ。もう動画見てください。ああ、そうなんだ。マジでやばいんで。へえ。もうめっちゃテンション上がります。あ、でかいのか。でかい、もうこんぐらいのが飛び跳ねてるんですよ。なるほど。ただこれで録画確認してないんですけど、撮れてなかった時、うん、ほんますんません。いや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 、撮れてなかった時。結構翔子さん俺見てるでしょ。あ、はい、見てます。追っかけてますよ。はい。マジで。いやいや、チェックしちゃうかな。チェックしとるぞ。いや、そらもうイケてる人は全員僕チェックしないとセンスないですよ。だからね、はい、だって一番僕バス釣り YouTube 界でイケてるんで、うん、まあ、見てなかったらそれはもう勢いがありますね、はい、勢いがある。やっぱその発想力がいいんじゃないかな。そうやね、まあ、発想力、僕最近の企画で結構一人で考えてるわけじゃなくて、うんうんうん、僕ショークローズフィッシングメンバーズっていう、まあ言うたらオンラインサロン的なのを作ってるんですよ、うん、そこで何回か企画会議とかして、うん、そこで出したアイデアっていうのが多いんですよ。あ、自分のメンバーと話し合って、で一回僕ね、でなんかちょっともう YouTube 動画やめるわとか一時あったでしょ。はい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 。でそっからまた切り替わって、はい、やったるぞと、はい、変わって、はい、なるほど。だから僕はあの、うん、いいアイデアっていうのは一、うん、人の脳からできてると思ってるんですけど、うん、偉大なアイデアっていうのは、うん、もうほんまに脳と脳のぶつかり合いでできると思ってるんで、周知を集めて、はい、だから最近はもう一人で考えるのもいいけども、うん、いろんな人と話し合って、うん、その中でいいアイデアを作ろうっていうことになってます。うん、すごいね。いや、わかんないよ、3年ぐらいしたらトップ取ってるかもよ。いや、もう3年は、まあ、3年はかからない。あ、2年で、2年でいきます。2年で、はい、もう今年3万人狙うんで。なるほど。で来年に、まあ、うん、今年3枚来たら来年は20万近くいってるんじゃないかな。うん、でこのバスが終わったら小九郎さんは海も、海行きます、やるって。1000万人狙ってるん で、うん、でとにかく今知名度あったら、ブラックバスが例えば美味しいっていうの魅力伝えたかったら伝えれるじゃないですか、うん、これってやっぱり数字がいるんで、うん、バス釣り業界でトップ取ったらしょ、見てる人バス釣りしかいないんです。そうなんですよ。だからバス釣り取って釣り取ってって言ったら、うん、次は釣りだけじゃなくて男の視聴者が取れるんですよ、釣りしてる人以外の、うん、そういう人たちからだんだん魅力を伝えていって、うん、広げていかないとって思ってて、海の方がやっぱ視聴者多いですかね。ただもうみんな海視聴者多いから、うん、バス釣り語れへんのちゃうって思ってるんですけど、うん、まあ、要は頭の使いようなんで。なるほど。負ける気はしてないです。圧倒的トップ。発想力が違うね。うん、やっぱり違う。
行くかもね。行くね。うん。まっすぐ抜くね。まあ、それをコメント入れていてください。どうやら。ああ。だから、あ、じゃマスゲンさんは良きライバルとで、もう追い抜くぞお前はと。はい。これでおっさんじゃねえかと。なるほど。虹が出とるぞ。あ、虹が出とる。こういうこと。皆さん、こういうこと。虹が出てる。持ってるんすわ。持ってる、ね。隣が俺の味方。隣と、ちょ隣。隣。ちょっと映っとけ。隣映ったからいいか。ショウさんまだ大丈夫ですか時間。いいですか。最悪凶暴となってお前。いやいやこれね、ちょっと待って、レインボーで お名前は東です。東さんも出たら大丈夫です。あ、東さんこれカットいい。あ、全然あ、OK。 いや、これケガヨさん、これ奇跡やで。奇跡だよこれ。お超有名人だよ。いや、まだまだですよ。そうこれ、もう3年以内にはもう超有名人になるっていうことになりますね。今、貴重な映像になっちゃった。そうだね。まずはバス釣り会でトップ取りますよね。そっから海行きます。うん、素晴らしい。雨降ってきました。やっぱりショークローガールズっていうのも考えられてるんですか。そうないです。あ、そうない。多分もう釣りガール出したら一気に再生数トップ出される。そう。バリ悔しいんで。僕も別格や思ってるんで。あ、もうそこも乗り越えてやるぞと。マスゲンさん、ケイさん、僕ライバルじゃないんですよ、正味。だから、まあ、下に見ちゃってるっていうか。いや、下に見てるというか、もう土俵が違うんで。ああ、だからもう次元の違う戦いよ。違うんで。なるほど。多分違うところで戦ってるんで。いや、いいですよ。吉田さん、ほんまに悪いような編集しないでください。うん、いや。え、今どこまで使っていいの？全部使っていい。全部いい。あ、だからもう別に敵対視してるというか、もうトップ。やっぱ尊敬してるんで。うん、いろんな方もちゃんと分析して、うんうん、やっぱりマスゲンさんのすごいところもいっぱいあるの知ってるし、うん、K さんのすごいところもいっぱい僕知ってるんで、うん、もう尊敬はしてます。うん、ただもう YouTube のバスリっていうのは勝負なんで、うん、まあ、潰すでっていう。潰すというか、自然に生きてるだけで勝ってしまうってことね。普通にしてるだけで。その言い方が悪いっす。いやいや、悪い。その言い方が悪いっす。やっぱ努力しないで。なるほど。あ、だから、ショークロさん今後努力して、もう気がついたら、もうだからもう勝つことがもう決まってるんですよね。はい、そういうことで気がついた。そうだね。戦う前からもう勝つことが決まっとるってことで。そういうことだよ。うん。で、今後ショークロさんがトップ取った時に、うん、まあ俺これ記念動画よね。そうだね。うん、記念だよね。いや、楽しくなった今日。朝一からね。朝一から。いや、全然いいっすよ。釣りする前になんか偉いだよね。いや、これ結構でもこっちの動画伸びるかもよ。伸びるな。うん、ショークラさん、あ、題名なんて書いていいですか。ショークラさんと対談してみたでいいですか。いや、そんな別に知らないですよ。自分の企画メインでやってもらって、うん、偶然会ったらみたいな。ああ、そんな僕はちょっともう一回ちょっと隣行ってもう一回いて、ちょっと何回来てほしいね。いやちょっと小太郎さんちょっと待って。いやもう二度と会うことないかもしれない。今日ここを逃したらね。しかもホップだよね。そう、しかもあのレインボーがまだ消えてないから。だって彼はショークロさんの軟骨の人だからね。もうね、基本イメージはイメージは、うん、奥部屋子も、はい、ただもう二度と軟骨にはいかないです。もう全然釣れないんで。あ、もうムカついてる。もう嫌いです、嫌いです。うん、そっかそっか。来たってのもあるんですか。開けましたね。あ、やっぱホップの方が夢があります、ね、いや、もう秘境行きたいなっていう。あ、なるほど。これな、このツーショットはもうこれ。いや、これはいいよ。奇跡。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。いや、本当に。嬉しいですよ。そうやって思っていただいて。もう僕なんかほんま、まだ20歳のガキなんで、うん、そうやって大人の方にそう思っていただけるっていうのはほんまに嬉しいですし。あれ、ドアップになっちゃった。ショークラさん、じゃあ今後1000万人が、まあ、目標で。1000万人は、うん、バス釣り業界とかブラックバス産業を変えるための あくまで過程なんで。なるほど。はい、別にそれ行ってもいいし、行かなくてもいいし、とにかく僕はバス産業が変えればなっていう。それだけです。そのための1000万人なんです。うん、あ、だからバス産業がどんどんまた継続できるように。そうです。僕1万年続く趣味にしたいんで。なるほど、はい、やっぱりそのためには絶対バス釣り終わらしちゃいけないし、うん、やっぱり僕が変えないといけないんで、楽しんでやっていきますよ。ありがとうございます。いや、ありがとうございます。翔子さん、すいません、なかなか。いや、全然本当に。またもし会えたら、うん、またお願いします。します、顔覚えましたんで。わかりました。はい、二度と忘れないです。インタビューありますよ。結構今カメラ回ってないところでいろいろ、カメラ回ってないところの話面白かったね。ね、さっきの。ね、まあ、基本的になんか、まあ、伝えたいことなんか山ほどあるんで。一番もうこれをこうしたいっていうのは翔黒さん的には。いや、もう一番したいのは、うん、ブラックバス、琵琶湖のブラックバスのリリースを OK にすることです。俺も持ってる。あれ殺すって言って 99.9% リリースでしょみんな。だからあれはこれうまいことね、僕あのまだ動画では言えないんですけど、うん、うまいこといけるかなっていう戦略があって、
まあ、あの結局今僕、うん、バス釣りさんって VS 漁師さんみたいなとこあるじゃないですか。そうね。でもここって、うん、まあ、駆除っていう結果になったからこんな敵対してるけど、うん、僕って仲間になれると思ってるんですよ漁師さんと、うんうん、ほんまに漁師さんの仲良く、うん、そしてあのお互いにあの、うん、プラスに共存し合えるような社会にしたいなと思ってて、うん、そのためにちょっと今度漁師さんの人とかと会えるチャンスもあるんで、うん、ちょっとそこでいろいろ漁師さんの意見とかもいっぱい聞いて、うん、で仲良くなったりとかしてやっていかないといけないなと思って、全然その漁師さんに敵対する気はなくて、うん、ほんまに心が仲良くなりたいと思ってるんですよ。だからほんまにそこを頑張れたらなと。もう僕、うん、業界変える変える言うて、うん、正味まだ一本も踏み出してないっていうところがあるんで、うん、そこはちょっとおいおいやっていかないといけないな。雨降ってきたな。ねえ、あれね、翔倉さんバスもね、でもね、俺の僕の意見だと、はい、もうビアゴ来て50年以上経ってるから、はい、僕は帰化したって言ってるんですよ。帰化って何ですか？帰化っていうのはもう50年住んだら日本にの生き物だよと。こういったら絶対全員在来種ですよ。そうそう、いや、あのだからもう僕の意見ではブラックバスも帰化したと。帰化したからもう捨てなくてもいいしやらなくてもいいって僕も動画で言ってるんですよ。だからちょっと考えに近いかも。僕らもう全員和食ですからね、うん、全員和食好きなんで。すごいな。ブラックバスを帰化したんだよ、うん、俺の意見では。ルール上はまだできないんで、 そうですね、そこをしっかり公式でやるために僕頑張らないといけないな、うん、まあ、あの他にも結構僕その琵琶湖でブルーギル泳がせとかして、うん、いろいろ叩かれたんですけど。叩かれたのあれ。まあいろんなそのゴミ拾いしてる人とか言われたんですけど、うん、まあでも、うん、その人たちもお互い琵琶湖とか、うん、ブラックバス産業を応援したいっていう答えは一緒ない、うん、気持ちは一緒なんですよ、うん、目指してるところは、うん、だからそこはもうお互いのやり方で頑張ろうぜと、うん、でどっちか帰れたらいいなみたいな、うん、行きたい人がいるわけでもお互い目指してるところは一緒で、うん、実質仲間みたいなもんなんですよ、うん、だからもうお互い意見はあるやろうけど、うん、お互いのやり方で突き詰めていこうぜっていう感じですね、うん、そこは敵対心のそんなんじゃなくて頑張ろう。頑張ってね。だからバス釣りを堂々と、だからもう履歴になる殺さねえかんね俺らは。だね、だから今日釣ったのをね、うん、あのま、多分でもバス釣りしてる人はね、もう 99.9% 琵琶湖リリースしてるじゃないですか、はい、僕もう、うん、返した回数でもえげつないですね。ねえ、いやだからまあ手が滑ってね手が滑って逃がすってことは90上げて動画撮った瞬間握力2になる。そうそうなんですよ。マジそうそうそう。だからあれ法律がおかしいんで、だから多分最終的には俺の目標としては翔黒さんうまく持ってって政治家、やっぱ政治なんで、政治家にはならない。あ、なでもアプローチ、いっぱいある。あ、なるほどね。あの政治家を動かすように、結局政治家があの滋賀県のトップが決めるからとか、あの、まあ、でも自民党のトップが ね、うん、ただまあもう、うん、ほんまにこの自分の考えがやっぱり滋賀県にとっていいものでないといけないんで、うん、そこはやっぱり いっぱい伝えていって、うん、ちゃんとこのブラックバスをリリースOKにするのは魅力があるよと、うん、しっかりその地域の方々によってメリットがあるよっていうのをしっかり伝えていけないといけないんで、うんね、そのためにはゴミ拾いとか、うん、しっかりとした環境整備っていうのは大事なんで、うん、そこはもう僕の役割やろうなっていう。あとね、翔黒さん、俺から言うと琵琶湖のバスを駆除しても駆除しても絶対卵を産んで駆除絶対無理だと思うんですよ、もうね、うん、ただこれ、うん、あの僕ほんまにヤバいと思ってるのは、うん、ゲノム編集ですね。どういうことですか？ね、遺伝子を変え、DNA の変えるんですよ、うん、それで、賞味、マラリアとかあるじゃないですか、うん、あれってあの撲滅できるんですよ、今の遺伝子の、うん、実質は、うん、ただ、これをやっちゃうと、まあ、ちょっと環境も変わるよねみたいな感じで、うん、しかも、琵琶湖の一部でやられてるみたいな話もあるんですよ。3倍体5倍体のね、なんかだからそうなってくると、うん、ほんまにもう僕頑張らないといけないなっていう、うん、ほんまにこれちょっとでも遅れてもうたら、うん、ほんまにバッツリ完全に死ぬ可能性あるんで、うん、そこはもうほんまに今ほんまにヤバい時代に生きてると思ってるんで、うん、なんとか僕が早くトップになったりとか、うん、できること全力でしていかないといけないなっていう、もうまだまだダメダメなんで僕は。ちょっと翔黒さん喋って僕応援したくなってきましただんだん本当に。いやもうお金だけ恵んでくれれば、うん、いやまあそれはちょっと金はちょっとないけど、いやでもちょっとその熱い気持ちがね、だからバス釣りを熱い俺らは遊んどるだけやけど、ちょっとガチなんで。ガチだよね。ガチだから、だからガチでバス釣りを良くしたい。全然違う、うん、で世間の人にバスが特定外来生物っていう法律もできれば変え、うん、変えてね、イメージ変えれて、もう特に今って YouTube で結構イメージ変われる時代なんで、うん、いい時代に生まれたなって思ってます。そうですよ。だからそこをいかに最高に活かせるか、それを、うん、かなりロングバージョンじゃないですか。ありがとうございます。いやいやいや、わざわざ僕のために。いや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 、ほんとね。いやいや、これ帰るか、帰る。雨宿り、雨宿り、東さんちょっと釣りして帰るか。翔倉さん、じゃあ本当にね、まあ僕もちょっと似てる、はい、僕はバスの帰化を認めるっていう、帰化っていうのはもう日本のもの、特定外来生物っていうものを外して日本の生き物ですよと。だこれは帰化ってもちろん僕たちもそうしたいと思ってるんですけど、うん、それなりに世間の印象とか、ね、僕たちはそう思ってるんですけど、うん、ほんまに一般の人からしたら、うん、ブラックバスってあの外来魚の在来種を食うやつだよねって思われてるんで、そうなんですよ、うん、そういうところをしっかり変えていって段階を踏んでの帰化なんで、うん、そこを頑張らないといけない。
ありがとうございます。今はもう頑張らないといけないなしか言えないんですけど、うん、ほんまにこれからもちょっと頑張っていって変えていけたらなって思ってます、うん、まずはチャンネル登録100万人いって発言権を増して、はい、そうです。そこで影響力を与えていく。まあ見てるの分かる通り、うん、僕バッスリ大好きなんで、うん、めっちゃ好きなんで、うん、ほんまに好きやからこそ頑張って変えていきたいなっていう、うん、それだけです。まあだいぶ翔倉さんにストレス僕ね与えたと思うんで。ありがとうございます。だいぶねストレスを抱えたストレスを与えた性格がくどいんでね。まあまあくどいもんね。くどい。いやいやもうこチャンスはね逃がしちゃダメ。そうそう、まだ喋れないんだよ。だって俺だったら一人だったら俺喋れないもん。本当今一緒にいるから、あどう思ってなったけど俺多分一人だったら、いや多分喋れない。いやいや喋れない。一人だったらこう横目に見て、ああ YouTube がいるって俺喋りかけない。あー止めじーっと見た。そう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 。いやー僕の綺麗なタイプ。あ本当。いや嫌わないでよ。いや僕どっか見られたら恥ずかしい。本当。見んといてーってなる。本当。見るぐらいで喋りかけてほしい。あそうなんだ。あでも今だったらさちょっと顔売れてきたから、もうそこ行ったらジロジロ見られるでしょ。めちゃめちゃありね。声かけられるんじゃない。いやでも俺らみたいな人見知りはかけたいけど、かけて嫌われたらどうしようって思って、だからジロジロ見てる人はね声かけたいんだけど、かけてもし嫌がられたら傷つくからこう見ちゃうんですよ。で僕もこれお願いしたいのが、うん、声かけられたら素早く、うん、声かけんのやったらもう違うとこ行ってほしい。なるほど。もう応援してくれるのはまあ YouTube とかコメントしたら返すんで、うん、もうありがてえって気持ちあると、うん、ただ見られたら、うん、君たちの見たい俺の YouTube の動画がでけへんぞって。なるほど。もうそこはもう分かってっていう、あのジロ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 見てくるやっぱストーカー気質のね。ああ嫌だねそれね。見てくるんですよね。まだ僕そういう経験はないんですけど、うん、ただまあ僕の YouTube チャンネルが好きやったらもうそこはちょっとお願いしたいと。そうですね。あと真剣に釣りしてる時はちょっと離れてほしい、うん、ああなるほどね。あもう全く僕のこと知らなかったら全然いいですよ、うん、全然いいですけど、うん、もう視聴者やったらちょっとそこは気遣ってほしいな。そうですよね。だからまあそれも含めちょっと何個にはいけないですよ。人めっちゃ多いんで。もう何個行ったらもう飽きたと。あ、ショークロー来たと。ショークローフィッシングがおいおいと。ほんで、まあ、おじさんからジロジロ見られるわ、あとはついてくるわ。おっちゃん声かけてくれます。へえ、はい、ただあの若い子とか僕と同い年がちょっと22、23の人って、あの僕が二十歳でしてたらちょっと見下す。そう、あのね二十歳22ぐらいだと1個2個でもプライド出ちゃって、はい、まあ、だから僕年上に敬語使うの嫌いなんで。あそうなんだ、はい、いい感じよ。だから俺らみたいに突き抜けたらねもう40代だ。40代になってくると、はい、まあまああんまり、はい、もう仏みたいな感じなんでしっかり敬わないと。いえいえ敬ってください。はい、尊重します。あそういうことか。そうやっぱ若いとな、ライバル意識で生意気だとか、ね、ただ年下に敬語とか使われへんのはムカつきますね。あわがままでしたね。わがままあ自分勝手なんで僕。あの、ね、はい、もうそれに合わせてくれる人だけ来てくれと、ね、俺と似とる。ちょっと俺より若いだよ。あそうかそうか、もうめっちゃ気持ちわかります僕、まあ、ただ、うん、そんなん言いつつも年上の人にあったら敬語使うんで、うん、まあ一応ね。まあもうそこはね雰囲気です。雰囲気。まあ翔倉さん本当頑張ってください。でもかけながら応援してます。それで、はい、コラボしましょう。はい、今年中にお願いしますよ。あでいいですよ。ええ、なんか連絡手段あります。え、あ電話番号交換しましょうか。あ、はい、じゃあ今回ありがとうございました。ありがとうございます。翔倉さんありがとうございました。ありがとうございます、はい。